お疲れ様です。ラットでしたけど、今回なんですけど、今回はちょっといつもと違ったゲームやっていきたいなと思います。というわけで、建物を建てちゃうぞゲームですね。はい。というわけで、建物がまず3枚あります。で、基本的にこの3枚を建てて、あとこれね、全部防衛カードだと思ってください。建物を、自陣にいっぱい建てて、あと防衛しておくと気づいたら、勝利ということになるゲームでございます。というわけで、やっていくんですけど、ババコヤがね、すんごい増えてんの、今、ババコヤが。なんか、ババコヤが増えてるから、普通だったら、じゃあ、ババコヤに相性がいいカード使うじゃないですか、普通。まあ、例えば、ボーラーとか、メガナイトとかね。メガナイトはまあ増えてるんですけど、あと、ラバとか。まあ、あと他に何が相性いいのか、まあ、ウィザードとネイクロとか、まあ、そういうあるじゃないですか、いろいろね、ババコヤに相性がいいカードって。なんですけど、違うんすよ。ババコヤ増えてるのか。じゃあ俺もババコヤ使おうなんすよ、みんな今。なんか今のクララ。新しいんすよ。いつもと違うんすよ。なんか、メタが増えるんじゃなくて、ババコヤ入りのいろんなデッキが増えてるんすよ。例えばなんですけど、ババコヤ入りの今、まあ僕クロスでしょ?で、あとは、ババコヤ入りの、スケルトンラッシュ。で、あとはババコヤ入りの、ジャイアントもあります。で、ババコヤ入りの、ロイフグですね。で、あとはババコヤ入りの三重子もあるし、みたいなのを思う。お前ら、ババコヤ入れとけばいいと思ってんじゃん、みたいな感じで、ババコヤがね、今、ものすごい流行ってます。あれですね。あ、今これ、相手、クエイク使ったんで攻めます。で、相手がクエイクとラバーの時だけ、本当に小屋を建てるゲームなんですけど、ちょっと、難しくなります。ババコヤを、ラバーにはババコヤを置かないとか、クエイクに対しては、こんな感じでね、こう、普段こんなクロスを攻めに使わないんですけど、相手がこのクエイクだった時はね、ちょっと立ち回りが変わっちゃいますね。ふぅ。う。というわけでですね、クエイクホグですね。ちょっと辛いですけど、トルネで守っていきたいです。あと右側は、うわぁ。ダメージ受けてるんで、右側には小屋あんま置かないようにね、やっていきたいと思います。あれですね。歯には歯を。目には目を。アンフェアには、アンフェア的な、アンフェアじゃねえ、ババ小屋をね。見すぎやい?アンフェアっていうドラマのね、出だしであるんですけど。そういうやつですね。ババ小屋には、ババ小屋を。っていう感じの、今、環境になっております。で、これは、ババコはね、クエイクダレと半分ぐらい残るんですよ。で、相手、ロイフだったね。ロイフクエイクだった。バルキリーだけだったら守れねえな。オッケー、まあ、これは置いて、さあさあ、クエイクをね、そろそろ回して打ってほしい。と思うんですけど、ロイフ打っちゃいますね。さあ、打ってくるで。来い。クエイク。来るっすね、これ。無事で来る。絶対来る。もう絶対来る。もうわかる。もう絶対来る。あ、来たー。はい、チャンスです。チャンスタイム!あ、やべ、これやべ。あ、チャンスタイムか言ってたけどやべ。蓋しないで。オッケーオッケー。あー、待って。ちょっとね。これはちょっと僕がね、シンプルに、ちょっと下手だったっすよ、今。あ、けど、残骸ですね。残骸とか言ったらダメ!かわいそうでしょ?って感じなんですけど、この、で、気づくと僕の方がタワーダメージ受けてるってやつね。はい。使いましたね。今皆さん。相手が何使ったか分かりますか?あれを使ったんですよ。もう。いきます!で、3倍タイム入ると、クエイクがすごい回っちゃうんで、3倍タイム入る前に決着をつけたいです。僕としてはね。やりゴブリン、君の活躍。OK! これ入る。OK! ナイス!いや、このダメージ大事っすね。もうこのダメージで僕逃げ切りたいレベルっすもん。だってもう。逃げ切れないな、でも。OK、OK。もうこれは置かない?いや、置かないとね、勝てないです。ワンチャン5削りもない。いや、ここのマジでちょっとすごい厄介ですね。で、ババコヤぐらいなら、硬いんで、コブが置かない方がいいですね。クエイク使う?はい、使った。チキーン!あ、かすったかすったかすった。痛い痛い痛い。かすり傷ほど痛いものないよね。さあ、マジで来る。これ、陸行けないよ、多分。で、入る。オッケーで、これちょっと怖いですね。ダメージこれ入れたらよくね。あと、5、2発だ。5、2発。5、2発回します。
ぱ ISS で処理できそう。なんかもう5に発回します。もうバルキリートルネガイムします。 OK。 あ、ふう、まあ、これちょっとね例外ですね。マジであのね、もっとね面白い絵が見えるんですよ。もうあの置いてるだけっていうね、このえっていうこのすごい格上チンパンあるあるみたいなね、すごい地獄絵像を生み出せることができるんですよね、この絵は。なんでちょっとね、まあ絵はまあ面白いかもしれないんですけど、そこに至るまでが超つまらないデッキっていうのがね、ちょっとまああれなんですけど、はい、やってきます。さあ、というわけで中型スペルがない相手に当たるともう勝ち確ホレイですね。まあ僕あの1ページ目にねホレイスタンプ入れてるんですけど、ホレイスタンプは使ったことないんでね、よいしょ。じゃあなぜ入れてるのってなるんですけどね。同士来たんだけど、そんなことある？同士来たんだけど、これバリキリだけで耐えれるかな。いい、このクロスは美味しいですね。さあ同士対決ですね。お互い考えることは一緒、それとりのネサウって感じで、相手の中型スペルがないと全ての小屋クロスが残るんですよね。なんでもう建物みたいな、タワーの周りを建物5枚ぐらいで囲えるんですよね。もうそれをできるとね、もう理想ですね。もう本当に遊戯王でね20ターンぐらい経ったら強制処理みたいな、終焉のなんちゃらみたいな感じのですまあ、分かんない人は、分かる人は多分分かると思うんですけど、そんな感じね、こうもう時間が経てば経つほどもうタイムリミット迫ってきてね、終わりに近づく。そんなことある？2試合目にってミラー対決、ほぼミラーアイスイーツとマスケが違うぐらい、なるほどね。俺の動画をどうしようってんだお前。すごい絵がつまらなくなったんだ、よりねこれね、どこやって勝つんだろう。勝つというかもうタワーダメージ大事ですね。これではあのね、ここね、しっかり壊したいですね。同じやね、マジで。マスケとあれが違うぐらい。ババコが竹取れるんで、これは。おい、これね、勝ちたいですね。あ、負けた。やばい。ちょっとやばい。待って。あいつが生まれてるんで。あ、ちょっとやばい。下手っすね。ちょっとやばい。待って、やばい。撃つしかない。待って。そんなことある？俺が一番びっくりしてんだけど。未来対決なんかある？ここでそんなことあります？マジで。これ延命しないと負けるっすね。いやー、まあ、あるんでしょうね。いやー、5落ちたいですね。これは。5落ちたい。まあ、相手も打っていきますね。僕も打つんですけどね。よし。OK。ダメージ。つまんな！ちょっと待って。やだ、俺動画ボツにしたくない。聞いてみんな、僕マジで最近っていうか動画ボツにすることなかったです。1戦目に負けたりだとか、なんか本当になんかすごい不調とか、なんかいろいろね、なんかまあ僕なりに良くないなと思ったらたまにボツにするんですけど、もう最近ボツになることがなかったのというか、内容でボツになることはあんまないし、録画ミスのボツもなかったんですけど、なんか今日ですよ、急に iPhone X なのに急になんか、マジで、あれなんですよ。急になんか途中で急に録画保存止まってて、かもう終わってて、もう、神よっしゃ動画撮ったねよってこっちは思ってるのに、なんか、動画ない。動画撮れてないのよ、もう。いや、撮影自体が始まってないみたいな。ちょっとやばい。お、待って、終わる。待って、俺の世界。待って、本当にやだ、本当にやだ、もう。マジでだ、本当にやだ。なんか相手うめえしな、しかも。このね、ミラー対決、このね、タイブレーカー、世界一大事ですからね。よしよし。いやー、そうだね。確かに、それはね、相手合ってるね。そう。だから、もう、僕、これ4回目ぐらいだな、この、建築ゲームしてるの。ずっとこれやってんの、俺も。俺もね、もうそろそろ、いつもやってるゲームやりたいんだけど、たまたまね、すごい建築、ボツになるんだ。保存できてないんだ。うわ、これダメージ稼ぎたい。うわ、いいマスケだな。やばい、ティーブレーカー来る。
ティーブレイカーで勝つには5削りしつつクロスをどっかで通さないといけない。言います。え、なんで竹取れてないんだ。ちょっと待って。お兄さん、あのね、ミハ対決はね、あのごめん、うん、ごめん、ちょっとね、いやミラタクズ負けるかな。まあマスケットがね、でも強かったってことにして、まあ、僕の体力もねすごい限界なんですよ。本当にこれを4回ぐらいやってますから今すごいですね。もう神、もう今日の動画めっちゃいい、めっちゃいい動画撮れたと思ったのにボツはっと思って、ちゃんと録画できてるよしと思って、撮るとえみたいな、もうびっくりっすよ。もう僕何時だと思ってんの、ね、もう朝3時ぐらいですかね。あ、目がもう開いてないっす、もうほぼ。もともとってうるさいな、本当に。っていう感じなんですけど、おー、アーチャーヤング、親衛隊ですね、来た。これはね、今ね、有名なデッキです。なんとこれ、近々動画に出そうと思ってたデッキです、この相手のデッキ。親衛隊に、奉仕と、奉仕かワンチャンホバなんですけど、テンプレ奉仕。で、あとアーチャーも入ってますね。で、工場だと思うんですけど、もしかしたらロイフグっすね。の、親衛隊ロイフグですね。親衛隊工場かな、でもテンプレ工場だと思うんですね。このね、親衛隊デッキもめちゃくちゃいいの。もうね、僕も大好き。あ、バブが入ってます。バブが入ってます。はい。入ってます。で、とりあえず奥でしょ？ヤリゴブリン頑張る。ホバか、ホーシかどっちかですね。まあ、ファイボとメガゴなんで、ホバの方がいいですね。まあ、じゃあ、そうですね。で、古城ババとかにもしウッド系を割いたら、追加ギャングが来るみたいなイメージですね。あ、吹き矢ですね。吹き矢型ね。うん、打っちゃうよん。オッケーオッケー。ってことは、奉仕とかホバリング、これもね、今日の動画ちょっとね、ひどいかな、これ。絵がね。これ、絵がやばいよな、これ。何やってんのってなりそうだもん。え？ラットやばくねみたいな。ラットのマッチングアイテムまで、えぐいじゃん、みたいになっちゃうよね。こういっちゃいますね。なぜなら相手が今、親衛隊切った後で、ババコが攻めてきても、ここを突破すると、なんとかなりそうっていうね。で、これ、ポイズン使わせると、僕のね、残ります。で、相手のね、あるんすよ、まだ。あ、メガが入る。オッケー。メインがいるんですよ。そう、メインがね、ちょっとわかんないですね。工場から泳ぐんですね。いいよ。いい流れが来てますね。ふぅ。いいのかもわかんないけどね。ここまで来ちゃうと。何が良くて悪いのかわかんない。そう。セパレートね。永遠セパレートデッキですね、これ。うわぁ、お前ぶっちゃう。あ、今これチャンス。相手は、ババコガですね。結局ババコガしかないんで、今。よいしょ。さあ。ワンチャン吸っちゃいたいけどね。あ、セブンドルにしてよかったな。あ、いや、ここチャンスですね。ここ頑張るしかないっす。頑張るとき。頑張るときに頑張れないやつは、もうダメだ。おら今だ今だおきおき、ヤリゴブリンが持ってる。来たー、なんか来るね。ポイズンか吹き矢か。これ延命します。これ大事。大事大事。よいしょ。はい、来ましたね。これファイボで多分、フィニッシュかな。危ねえぜ。あ、もう何試合したかも覚えてないわ、今日。3試合したかな。あ、もう2試合の気が、いや、待てよ。2試合目にミラー対決したんで、3試合しましたね。よし、というわけで、まあ、こんな感じですけど、ババカが多いですね。なんで。ちょっとね、ババコヤを絶対潰すマンデッキとかもね、また紹介できたらといい思うんですけども、よければね、こちら、格下相手に、すごい、うん、ね、気持ちよくなれるデッキです。はい、性格悪いって感じなんですけど、よければお使いください。はい、最近ね、ちょ30連勝とかの、最強デッキも紹介したいので、よければそちらも見てみてください。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。では、おやすみなさい。お腹すきました。